皆さん、こんにちは。うなチャンネルです。私ですね、神奈川県に住んでるんですけども、川崎市っていうところのショッピングモール、ショッピングパークラゾーナに、スプラトゥーン3がコラボしたということで、ちょっと私、行ってまいりました。行かした夏休み。で、まあ、中はこんな感じになってまして、ちょっとずつね、いろんなところが、まあ、柱とか、がスプラ仕様になってまして、この夏休みコラボってのは八景島でもねあったんですけど、同じ感じで、ラゾーナが変わっていました。まあ、映像なんだけど、こんな感じにビッグカメラがこんな感じになってて、スプラ以外のやつもありました。でスタンプラリーあったんですけども、スタンプラリーもあったんですけど、うなちゃんもちょっとやってみようかなと思いまして、スタンプを押してきました。こんな感じです。他の人をね頑張って映さないように撮ったんですけども、あとなんかポカリセットアクエリアスか置いてあったんだけど、次の人にこれお客さんのですかって言われて、ちょっと声かけられたんですけど、ちょっとで断り続けて、まあ俺のじゃないんでねずっと断ってました。でスタンプラリーの場所もマップで表示されてるので分かりやすかったです。はい、まあ、スタンプラリーするの久しぶりだわ、本当に小学生以来かもしれない。で、そうですね、4箇所行ったんですけども、まあ、こんな感じで、矢印のとこに合わせて、スタンプを押さなきゃいけないんですけど、実はちょっとうなちゃんやらかしまして、まあ、次の映像でわかると思います。やべ。逆にしちゃった。やべ。逆だこれ。あ、ミスった。はい、ということで、スタンプラリーちょっとミスっちゃったんですけど、まあ、やり直しをしまして、再び集め直していこうかなってしてたんですけど、スプラ縁日もね、見つけたので、まあ、ヨーヨーすくい、ボールすくいか。とか、まあ、いろいろ。やってきました。カップインボールとかね。はい、で輪投げをねプレイしたんですけども、もうちょっと面白かったです。輪投げ久しぶりにやりました。これうなちゃんが投げてるんですけど、まあ、最初ちょっと外しちゃったんだけど、あとは全部真ん中に、全部真ん中狙いました。ってことでですね、やり直した後に、全部ねスタンプラリー集めてきたんですけども、ようやく完成するとこですね。まあ、苦労したところはカットしてみんなに見せれてないんですけども、もう矢印同士を合わせないと、うなちゃんみたいに失敗しちゃうって。あー、これすごくない？綺麗でしょ？完成しました。ちょっとずれちゃってるけども、完成。ちなみに失敗したやつは、こんな感じになりました。誰か欲しかったらあげます。